フランスはダレン、ブルゴーニュ、ピノノワール。フランスのブルゴーニュという産地のものの赤ワインになりますが、ピノノワールというブドウから作られております。ロマネコンティというワインで大変有名な産地ですので、もしかしたらご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、こちらの地方、とっても華やかな香りが特徴的なので、ぜひお楽しみになってみてください。ピノノワールというブドウはとってもこうチャーミングな香り、とっても木いちごですとかいちごですとか赤いフルーツを思わせるような香りが目いっぱい感じられるのが特徴で、とても軽やかで華やかという言葉がぴったりなワインです。味わいも渋みというのがほとんどなく軽やかで、でもずっと香りがお口の中に残るのが特徴のそういったワインでございまして、綺麗な酸、フレッシュな酸というのがお楽しみいただけます。ルールとしましては少し軽めのお料理がやはりいいんですけれども、例えばマグロを少し軽く炙ったものですとか、逆にこう醤油との風味もいいですから、お刺身なんかは全般的に実はお楽しみいただけたりするので、意外に思われるかもしれませんが、ぜひお楽しみいただけたらなというふうに思います。フランソワダレー、ブルゴーニュ、ピノノワール、ぜひ一度お楽しみください。